にちは、けんせいチャンネルのけんせいです。嘘です。どうぞ。え、ちょっと待って、入った。はい、どうも、はい、スピノチャンネルの待って、かぶったかぶった。はい、どうも、スピノチャンネルのスピノです。はい、そうですね、ちょっとしょっぱからスピノさんが大嘘をついたというオープニングになりましたが、改めて、はい、けんせいチャンネルのけんせいです。こんにちは。どうもどうも。今日は見ての通り、ピグをやっていきましょう。イエーイ。どこ行く？はい、グダグダ、はい、開始。どこ行く？こからグダグダというね。はい、どこ行く？いいよ、好きなとこに行ってあげるよ。俺まだ初心者だからね、初心者っていうところもあるからね、ちょっとお出かけをしてみるわ。そう、そのどこ行くのかを聞きたい。そうですね、すべてのエリアって書いてあるけど。ギャンブルか？やんねえ。じゃあ釣りだな。釣りか、釣りか、釣りだな。今釣りって言ったな。釣りどこがいい？行きましょうか。そっち行こうか。そっち行こうか。あ、釣り堀って書いてあるからそっち行こう。初心者ってなんだっけ？琵琶湖だけだっけ？ん？もう一回言って。初心者ってさ、うん、琵琶湖だけ？琵琶湖？琵琶湖。いや、そうじゃないと思うんだけど。わかんない。あの釣りゲームってところにさ、はい、どこまで書いてある？釣りゲーム？あの、釣り堀って書いてあるやつ。釣り堀？あの、それしか書いてないんだよ。練習場ってことか。そうですね、そういうことだわ。じゃあ、それの一番にどうぞ。はいはい。じゃあ移動しまーす。レッツゴー。あ、これですね。いたいた。目の前にいるだろう。かわいい少女が。どこどこどこ？いないんだけど。ここだよ。そっちそっち？あの、なんだっけ、あの、ピンク色の傘をしてらっしゃるのが。そうですよ。もう完全に初心者です。いや、俺も無課金です。あんなの課金する意味がわかんない。何、どうやって練習するの？あ、あのお姉さんに、あのお姉さんに話しかけな。あー、了解了解。俺はね、もう終わったから。終わったんだ。やばい、こんにちは、釣り方を教えるわよ。俺は黒髪のスピニャンの真の姿。めんどくさいめんどくさいめんどくさい。え、装備するの？え、スリー持ってるの？あ、持ってたわ。お前、な、え、なんで、早い？あ、そっか。え、グッピリ広場行ったの？うん、行ったで。どうりで6もらってるわ。なんか、何？ 6 もらってるんだよ。6? うん。グッピグ。日本海行ってみよう。ピチピチアクションもらえるぞ。そうしよう、レッツゴー。ちょっと待って、ちょっと待って。終了しろ、終了しろ。OK。練習を始め、え、待って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 。終了するっつってんだろ。終了します、終了します。はい。はい、OK。はい、要件終了。じゃあ、あ、ちょっとどうぞ。なんでしょう。え、次行けるじゃあ。そうだね、次行きましょうかね。琵琶湖かな。石狩川？どっち？ん？ちょっと待って、どこだ？お出かけって押して。あ、釣り、え、待って、どこ見てんの？どこ見てます？出しちゃいますよ。釣りゲームってところです。釣りゲーム、ちょっと待ってね。インバ沼って書いてあるけど。インバ沼。あ、カッパのマークですね。そうですね。じゃあそこ行きましょうか。ダメだ、ロックされてる琵琶湖は。じゃあどこ？石狩川？石狩川も。ダメ？ダメ。どこ空いてんの？印旛沼、小笠原、日本海。って感じかな。小笠原、じゃあ小笠原行きましょうか。東京のですね。行きましょう。初級。あ、初級しか空いてない。俺初級、ま、なんで俺さ、はい、じゃあそれ一番で。俺さ、初級と上級は空いてんだよ、はい、うん、中級が空いてないんだよ。なぜ？おかしくね？どういうこと？なんで？ What happened? What is this? What is this? ザンゴスイム。いや、そんなことはいいや。小笠原の初級しか空いてないので、初級を押してどこに行ったんですよ。ホタテビッグバン、行け。あ、戻っちゃった。お、お魚来た。
俺釣り方忘れた。なんだっけ、どういうの、どういうの、1番小笠原初級1番。あ、1人ってなってる。よし、今そっち行きます。重っ。いや、取った。邪魔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 。あのさ、あと、はい、キャラクター押してみ、人の、俺の、そのはいはい、そうするとさ、あの、はい、指のマークない、グッドマーク、グッドが押せってことでしょ。そしたら押したら、そう、アメちゃんもらったでしょ、今。はい、もらったね。そういうことです。そういうことか。そういうことができますという。なるほど。まあこのキャラ意外と可愛いっしょ。うまいの、うまいっしょ、作るの。うめえな。で、自分で言うのはちょっとあれなんだけど、いや、個人的にこんな子が好き。なるほど。赤ブーツっていうのを知った。さあ、装備を終了したということで、投げましょう。さあ、何が釣るかどうか。金が来たら頑張って。俺、全然見たことないわ。マジか。おー、来たね。おっ、なんかでっかいの来た。あ、え、待って、これ。あれ、逃げた。さて、釣りで餌買おう。あ、そういうことか、そういうことか。スリーポイントはバカにあるから。おー、オッケーオッケーオッケー。いいぞいいぞ。あー、待って。おー、あー、おっせー、待って、なんだこれ。あー、時間なくなっちまう。よし、いい調子、完璧。マジかよ。下打ちはあってはならんことだけど。あー、待って、つる、いくぞ。逃げられました。泣いてる姿が見えた。だ、そして横で釣ってく赤靴。そう、もう一回だこの野郎。また新記録更新しちゃった。いや、俺金の魚が欲しいんで、間違えて負けしちゃった。金の魚の、お、来たな。おお、来た。嘘だろ、待って待って待って。おお、来た。あれ、逃げた、どっか行った。たまにどっか行くんだよね。くそ、今見えたのに。よし、釣るんだ、釣るんだ。うわ、私の高度なテクニックでやってやろうじゃねえか。クリティカーナが1本あるから、金の魚が1匹だけ。おお、釣れた。あ、ボーナスゲット、記念すべき第1匹を釣った模様ですね。あれ、そっちも取ってるの。小筋、石持ち、わからん。あの、弟の方が、あの、なんだっけ、魚、魚にめっちゃ詳しいので、後で聞いてみます。じゃあ、赤口って何。知らん。じゃあ、弟に行ってみ。それ、多分、動物の森に出てくる魚しか詳しくないと思うからそれ俺もわかるじゃん。うん、シーラカンスは釣れねえ。シーラカンス、雨降らないと釣れない。全然やんねえからな。岩が生きた化石っていう。うわ、ちっちゃい。なんだこれ。なんだこのちっちゃいの。かわいいな。いや、俺、金の魚が欲しい。よし。一回も釣れたことがないんだ。おい、死ね。死ねはないな。じゃあ、アウト、アウト。おっと、水クラゲだって。アウト。かわいい。クラゲ釣っちゃうのか。危ねえな。よし。よし。金のさ、またちっちゃい。ちっちゃい。また水クラゲだな、これ。よし。金着台。クリティカルを狙いたい。ダメだ。もう、釣ってらっしゃるじゃないですか。あんた、クラゲじゃない。魚ですらねえわ。海の木図。コインゼロコイン。まあ、いや、そんなことはいい。そんなことはいい。海の木図って。木図。勘弁してみれよ。よし、ちょっとこっち移動します、ね、ちっちゃい。モクスかクラゲか。待って、このクソどっかで見たことあるか。ん、
いや、スピノさんの、キャラクターの、あ、待って、今そんな話してる場合じゃない。俺、何かモチーフにしたわけじゃないけど。困るよ、それ。完全にオリジナルですか。うん。これ可愛いかなと思って。なんか、まあ、可愛ければ問題なしってわけです。誰に似てるの？いや、単に、服装がどっかで見たことあるなっていう。よしよしよし、いい感じ。そんな姿してる人いるの？わからん。じゃあこんな人いたら俺ちょっと引くよ。ゲームだから可愛いんだよ。海のそうだね、海にミコが来るっておかしいよな。この姿で海って海に海にこんな姿で海光川初級に行けるようになりました。やったね。あ、そこ行こうでしょ。慣れれば簡単なんだ。いや、金は難しい。よし、だいぶ接戦した記憶ある。さあ、どこ行く？どこ行くって？じゃあ行こうか、そっちに。どこ行ったってたっけ？石狩川の初級。石狩川の初級。初級。じゃあ1番で。一番の部屋。はい。待って、重い。PC が重い。シリボーイから貝をいっぱいもらっとこう。あ、ちょっと場所間違えた。なぜ？スリーポイントいっぱいあるからね。順番で待って。スリーポイントあるから。ここに魚いんのか。よし。デミキング。ここで釣ってみよう。小魚か。そんなのよりは。デリース、デリース。待って、キャラがいねえ。しょぼいやつ使ってみるか。あり余ってるから。こっち向いて。こっち向け。こっち向け。あ、俺に行ってる？うん、いや、そうじゃない、そうじゃない。キャラに。キャラクターに行ってる。からのお辞儀。ああ。よし、やるか。クリア。いや、こんなのほほんとしたゲームもいいな。まあ、確かにね。お、ミミズもらえた。いけ。金、金。あ、ダメだ、しょぼい餌だから全然来ないかもしれん。まあ、さすがに来ないもんだな。よく来るな。いや、これ結構来る。リアルだとこんなに来ないけどな。餌はいらないな。おー、いい感じ。よし、ちげえ。とりあえず釣りポイント食べて。しょぼい餌9987個もあるんだよ。早く減らさないと。多いな、それは。多いわ。え、多分使ってるやつだよ、それ。みんなが持ってる、みんな。いかん、ふざけんなよ、ふざけんなよ。ゴミが出てきたわ。金魚。あ、これ帰るかな。やばい、でしょ。川に金魚って。金魚飼いたいな。え、川って金魚いるんじゃないの？いないの？金魚って。いけた。まあ、どこでも暮らせるよ、金魚だったら。俺は金魚はすごいって信じてる。あ、ちょっと待って、間違えた。いや。やっぱしょぼい餌だとそれなりのしか来ない。あれ？あ、そう。魚がよく来る理由としては、巻き餌っていうのやってんだよ、俺。ん？何？巻き餌。だから巻き餌だよ、巻き餌。巻き餌。ああ、あれか。巻き餌もできるの人は。トウ。いや、
excerpt. Great. アクションが釣れてしまった。だからどうしたよ。もうやだ、それはもう本当に。なんでコメントで言ったんだよ。まあ、こう。まあ集中してるからもうやばいんじゃないかと思って。いや。じゃあ俺横で遊んでるわ。うおー、うまい。よし。けねえ。うわぁ。おい、待って。やばい。2カ月間まで。2カ月間まで。よし。最後俺諦めた。119個ポイントで買えるからね、餌は。ああ、そうなのね。釣ったら分だけ買える。あ、そうか、釣りピーで購入できるんだけど、すげえな。うん、ああ、597で、よし。と、俺のキャラクター違和感しかねえわ。なんでこの格好で釣りしてんだろう。知らんわ。お前が釣ったんだろ。そう、俺が釣らせた。よし、オッケー。シンプルな。よし、ここで装備の変更。しょぼい竿を切ってきて、やべえな、これ。金、ほい、カモン、カモン。ルーはでかいだけ。もう一個くらい。行こう。ポイントをとにかく食べなければ、また釣ることができない。重いなぁ。早い、早い。魚ゲット。お、マス釣れた。やった、食える。マジか。レベルアップしちゃったよ、俺。釣りポイント100ゲット。わー、待って、やばい。中級に行けるようになっちゃった。エクセレント、エクセレント。俺なんかもっと違う格好しよう。よっしゃー。巫女服は変わんねえんだけど。お魚ゲッチュ。なんでこれ。金魚。川に出てくるのかっつう。かわいいな。川に出てくるもんなら金魚って。わかんねえな。青キツネザルとかやだわ。聞きたくねえ。この子に来てたくないわ。シンプルイズザベストということで。なるほど。全部剥がしました。シンプルすぎて可愛くねえわ。よし。じゃあせめて頭のこの飾りだけは。よし、俺も着替えたぜ。私も着替えましたよ。初心者の格好じゃん。あれ？チケットとか持ってないの？引き換えチケット。え？持ってたっけ？持ってたっけ？やったんだけど。そんな旗は何すか？え？そんな旗何？もういいじゃないか。俺のお尻見てもらうと分かる通り尻尾ついてるよね。あ、本当だ。ウサギの尻尾つけた。
うさぎ。この子可愛いから。いや、イメージ的に可愛くしたいから。なるほど。バッターして。キープだ。おお、いい感じ。よし。おい、待ってたよ。魚店長。わあ、待て、早い。近所は笑うな。これはひどいぞ。金魚もっと釣れるらしい。なるほど、自己新記録。マジか。模様知ってない。黄金伝説もういける。別のとこもしかして。そうだ、なんかあんのかな、他にフリー以外で。次じゃなくてもなんかゲームとかいっぱいある。あー、カジノ行こっか。俺スロット行くわ。じゃあスロットの72番で072。072。あ、やばい、ちょっと待って、それやばいわ。なんか待って、危ない危ない。偶然すぎるんだけど。炎上します、炎上します。違う。これはマジで知らないって。あ、おそ松さんとこもあるよ。待って、炎上します、炎上します。おそ松さん行こうぜ。じゃあ君の好きなおそ松さん。そうだな、おそ松さん一番にいます。おそ松さん、おそ松さん、どこだどこだ。ここ待って、うるせえわ。おそ松さん、何があると言われるとちょっとあれなんだ。ちょっと待って。のんびりはできる。いなくなっちゃったよ。え、どこにいるの。おそ松さん一番。おそ松一、おそ松一、おせえなさい。おそ松さんエリアの001に多分一人いると思う。おそ松さんエリア、あ、そうか、すべてのエリアって書いてある。そこは調べるといいか。おでん食べよう、おでん。お腹すいた、お昼食ってるんだよ俺。あ、あったそうか、あるんだな、すげえな。俺を探してね、氷。使ったな。おお、重始末。さあ、俺が見つかるかな。おー、一松も分かった。一松、俺の。いや、まだ見つかってない。あ、見つかった、一瞬、早。早っ。え、待って、何してんの、それ。おでん食べてる。おでんをいただいてる。あ、ガチャできるみたいだな。お金かかるよ。ちょっと待て、ぶっ壊れた。シュッてヘペロ。かわいい。1円で300。やめ、購入しません。すいません。しないよ、ちょっと待て。200コイン、俺コイン持ってねえわ。持ってない。ヘッドスピンからのウルウルからの大笑い。ジャン。まあ、まあここ特に何もないんだけどさ、本当に何もないよ。そうな、特に面白みのない場所。何もない。さて、俺はそろそろどこか行こうかな。で、くつろいでるっていう。ジャンプリしに行こう。マジか。スロット、スロットですね。スロットの、はい、100番で、わかりやすく。わかりやすく。うん、さっきは大変なこと言っちゃったから間違えて、あれ、わざとじゃない。わかっている。でもこれ以上やったら炎上する。意味がわかってないから。魔王氷、よし、ボーナスタイム。あ、待て、行かないで。はい。さあ、全体で。いや。ちょっと心配だから。いや。バカ野郎。バカ野郎。
ソローネ。まあ最初はそんなもんだ。よし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 。てれてれてれて。いっぱいもらえた。おお。揃って。揃ったわけじゃないけど。くっそ。1、2、3。イエーイ。なかなか当たんないもんだね。なんだと？これはひどいな。くそ。また外れた。また外れた。そんなもんでしょう。なんか人の顔がいらねえわ、まず。人の顔。人の顔がそろっと並んでるのあれ一番いらねえ。これ、スロット数多くね？多いな。待って、待って、チャイしちゃった。10カジノからと。あ、これで1はなくなった。2、7、これ1、1721、クレジット、やった、大儲け、ラッキーラッキー大儲け。1、2、3、4、5、6、7、いいっすね。1、2、3、4、5、6、強っ。1500ビン。1、2、3、4、5、6、7。いいね。4、5、6、6。1、2、3、4、5、5、1、2、3、6までいかなかった。グレイカスタム、おお、人が揃った。おお、人が揃ったのか。それはそれは。ひたすら回るけど。さて、じゃあ俺はカジノ前まで行ってみます。カジノ前？え？カジノ前の8番、008、008、008。待って、どこだった？音がうるさかったから。あ、ここじゃないのかな。待って、間違えた。カジノ前じゃねえわ。なんだっけ、あそこ。あ、これだ。え、8番だっけ？俺ショップ行ってるわ。いたわ。あの、そのショップラウンジの1番に行ってます。魔王降臨。いなかった。綺麗だ。カジノドルでお買い物ができます。おお。なるほどね。これ買える。金塊だと。うふう、金塊か。どうしようかな。なんだこの白黒っていうのは。UFO かな。じゃあちょっとこれにしよう。あ、ボードゲーム。うちながらどれも最高級よ。あー、マジか。あ、でも買えるものもある。ほう。大観山。バスローブ。いいね。おー、宝石が買える。ここどこどこに行ってた。あのね、カジノ前の横にあるラウンジ、だショップって書いてあるとこ。ラウンジの、ショップって書いてあるとこ。あ、ショップの
8番。1番開いた。氷。ちょっと氷できなかった。そうだ、それじゃあ、そうだね。じゃあね、俺今手に入れたらどこ、俺どこ行った、いた。シャンパンを振りたい。すげえ場所だな。ピクトモ申請が来てます。誰だ。平成だ。俺だ。マイケだ。私だ。私だ、うん、じゃあさ、ちょっと平成さんさ、はい、俺一杯飲むわ。あれ、何をいただくんですか。ちょっと一杯、ああ、ビトモ申請、一杯どうすか。シャンパンです。シャンパン、パーン、終わりです。やばい、いいけど終わり。シャンパン出た。何か飲み物、そうだな、アイテムを配置しないといけないのが多いな。シャンパンしかできねえ。おう、マジか、マジですか。よし、決めた。今日の購入はバスローブと、あとは、はい、これ何、え、何があんだろうこれ。バスローブで行きましょう、今日の購入品は。はいはい、バスローブ、バスローブ頭のやつか。あ、間違えた。待って、欲しいもんあった。待って、重い。バスローブのより巫女姿のが可愛いな。なるほど。まあ、こんな姿になっちゃうんですけど、襲いかかんなよ。どこにいる。上の方にいる。襲いかかるなよ、絶対に。やめろよ、変なことやるなよ。やんないよ。そんな変なやつではない。え、私はそんな変なやつではない。違うの。違うに決まってんだろ。なんか人来たね、一人。え、人一人来たよ。ああ、どうもこんにちは。じゃあ、巫女姿に戻しますか。やめろよ、襲いかかるのよ、絶対に。襲わねえよ。その人も、わかんないから。ちょっと、やだよ、俺。受け付けてないよ。回る。男だからね、中身。これがひで。近づくなよ。中身は男だ。1層キュートって言われてもちょっと対応できないから。言われたから。外人に、外国の方にちょっと言われちゃったんで。マジか。付き合ってくださいとか言われたから、ちょっと勘弁してくださいっつって。わろだ。男ですからっつって。なんて言われたと思う、男って言って。なんで？それでもいいって言われた。ふざけんな。待て待て待て、ちょっと待て、ね、それはやばい。危ない危ない。俺は超危ない領域。それはひどいぞ。さてと、食事でも楽しめますか。そうですね。3500カジノ。2514。俺1万以上持ってた。1万しますか。さあ、座るということで。この球体が欲しい。変ならもらった。じゃあ俺またカジノ行ってきますわ。そうだな。まだ座るとですね。何か見終わるか言ってから行こうかな。じゃあブラックジャックでいいっす。たけー。ビギナーのブラックジャック11番にいます。レギュラーのブラックジャック。レギュラー。ビギナー。俺行けなかったりする。え、行けないの。ちょっと待って。
あ、待って、ドラフジャケット書いてあった。ちょっと待って、待って。あ、いけたわ。ノーマルのどこだ。ブラックジャックって何？え？あ、数が多くなるかどうかか。誰もいない。は、お前、え、待って、それチーター。誰もいない。ははは、いってよ、この野郎。ねえ、お前、それひでえだろ。なんだ、どうした。ルールわかんねえよ。あ、待って、変なやつだ。ルールがわかんねえよ、俺。ルールが知らない。ルールわかんねえけど。ちろ、俺だって知らん。チェ。いや、待って。あ、スタンド。この時点でスタンドです。どうぞ。スタンダード。はい、勝った。ちょっと違うところに行ってきますよ。勝った、勝った。ちょっと違うところに行ってきますよ。は？え、何そのチート。待って、そらひどい。やめた。なんだ、どうした。スルーされた。マジか。続いてくる。ジェイさん、どこ行った。ん、どうしようかな。まだ行ってないんだけど。これまたスロット戻ろう。スロットの方が稼げるわ。あ、京都あるやん。清水ラーメン。京都行くの。こっち行きますわ。リアルで行ったことあるから。いや、現実世界では行ってもらう。稼げるぞ。おお、すごい。来た、これ。来た、これ。やった、来た、これ。おお、おお、おお。やばい、昔の古代の人って、古代っていう、かなり昔の人、かなり結構昔の人のみたいな人が、お茶飲みます。どうやって食えるの。オーマイガー、ウィン。やべ、カジノスラットは稼ぎやすいわ。掃除機、そうなのか。こっちの方がいいわ。そうなのか。もう名言だね。あなた、あなた方です。勉強になるわ。イエーイ。あ、何が良くて何がダメなのかよくわかんねえんだけど。知らん。なんか同じ人が6人もいる。怖っ。え、今いい波に乗ってる気がする。おお、いいことじゃないですか。それはいいことじゃないですか。あ、いいね、波乗ってるわ。おお、なんかアイテムもらえた。よかった。やった。1000クレジットだけ投入したらさ、10万に増えた。すげえ。マジか。やった。いいのか悪いのかよくわかんないけど。まあいいんだろう。ちなみに、今、なんだろう。今、スピノさんがスロットで遊んでいる間に、私は今、清水寺に来ています。超行きたいんだけど。え？超行きたい、そこに。だけど、スロットやめられねえ。マジか。これはやめるわけにはいかない。フィーバータイムが来ちまったー。マジか。やめられねえ。これはやめられない。それはやめなほうがいい。当たり額10倍中だって、やば。やるしかねえ、これは。19回。俺は勝ったわ。うわ、すげえ。それ反応しないか。やばい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 。いい。来てるよ、これ。よし。来てるよ、これ。マジか。いいぞ。どんな状況？勝ちまくってる状況。マジか。で、10倍中だから、ポイント。やば。おほほ、やばい。これはいい。うわ、なんでそこにいるんだよ。おお、また来た。
乗ってる乗ってる。まずいな。いいね。11回分もあんのかい。ちょっとしばらく不在になります。どうぞ。やばいやばい。はい、ここからソロです。やばくないですかこれ。ルールはよくわからないんですけど、クレジットがどんどん増えてます。いいね。やった。勝ちまくってる気がする。今ちょっとアベマギリやってんで。え？あそこ？あーそっか。あーちょっと待ってちょっと待って。あーもうそろそろ終わりしようかな。あーいいよいいよいいよ。あと6回分待ってください。あと6回分って、あの締めはあの清水寺ではいはいやりたいんで、あと5回分なんで待ってください。はい、弟が待ってるんで。待ってしてくれとのことです。あと4回。そんなこと言われてもフィーバーは終わんねえよ。マジか。俺のフィーバーはここじゃ終わらねえ。終わらないだろ。オッケー、これがラストです。どういうだけ勝ったの。ラストまで1回も外れなしか。最強か。やべえな。4637カジノゲット。どうだっけ。どこだっけ。清水寺。清水寺です。清水寺って何。どこ。1番。じゃあそうじゃん。清水寺がどこ。清水寺。あめ、あった。なんでもない。あった。あ、静かなとこ来た。降臨してきた。俺上に行きたい。はい、俺上に行きたい。あ、みこさんいる。かわいい。行きたい。そっち上行こう。ちょ、ナンパしてくる。ナンパしてくるわ。ごめん、ナンパしてくる。あ、待って、聞いたんだけど。うん、上に行った。そこで矢印があるでしょ、黄色い。はい。そこ。降臨。ちょっとナンパしてる、今。何してんだよ。ね、何、ダメなの。ダメに決まってんだろ。ナンパしたこの女なんだけど。上で引く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 。何してんだやめろ。いいじゃん、俺ミコ服着てって。ミコ服着てるから。ほら、だからなんだ。だから並んでても違和感ないだろ。だから俺はナンパしてる。俺はこの人のことす。一回もう切りましょうか。あの弟がどうしてもあのパソコン使いたいということなので。配信じゃあ弟くんもやろうよ一緒に。いや、あいつ編集するってパソコン使って。いいよ編集しようよ。はい、ちょっと待って、正面が向きたい。はい、ちょっと待って、くしゃみが出そう。はい、どうも皆さん、今回はアメーバピグで健生さんと遊びましたが、はい、可愛いと思ったらぜひグッド評価、可愛くないと思ってもグッド評価。結局それやるという。はい、というわけで、はい、以上。なんだろう、あ、ちょ、先に行ってくれ、先に行ってくれ。何を。はい、じゃあもう、皆さん、これでどうでしょう。可愛かった。どう。フィグって可愛いよね、キャラクターが。待って、もうそうすることしかできない。はい、というわけで、以上、形成チャンネルの形成と、スピードチャンネルのスピードでした。ズキャン、ありがとうございました。じゃあね。待って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 、ありがとうございました。